それバグっちゃったかも。一人ずっと喋ってたんだけど、はずすぎて無理。え、なんか画面もバグってた。わかんない、何もしてない、充電もあるし。顎なんか謎の写真がね、たくさん送られてった。ループしてたの？嘘でしょ。なんか写真がね、たくさん、写真と LINE がめちゃくちゃなんか大量にね、グループ LINE だからさ、同時にめっちゃ送られてきて、気持ちまくんよー、してる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 よー、気がしていいよね、レナも何の写真か見れてない。え、なんだっけ、ループしてたの？嘘でしょ。あ、今日は目開いてループしてた、目閉じてた、目開いてた、ループ中。なんだっけ、なんだっけ、ノル死んだ、おもろすぎ。閉じてた、終わってもいいんだけどと思って、なんかそのまま終わるかなと思ったけどさそのまま終わったらなんかあれかなと思って、え、まだ LINE 飛んでない、普通になんかバグっちゃって直してた半目なんかいい、だるー結局半目期待した自分がバカでしたなんだよ、半目だったんかい、マジかよ、半目かい誰もさ、なんか半目だったよ、はあ、半目だったよとか言わないからさ、あの普通だからか、半目が、もう私の普通半目だからね。はい、いや、そうだからさ、終わろうかなーと思ったけど、なんか LINE 見ようかなーと思ったけど、なんかもう時間が時間だしねーみたいな思って、そう、みんなが「え、終わったの？」みたいな思うじゃん。だからいや、ほんとに半目一番可愛いのずっと半目で言おうじゃん、うんうんうん、そう、みんながそう、別になんか何もやる、ループだよ、ループだったよーみたいな、こうやって言ってループしてただけだよみたいな言うからさ、よかった半目じゃなくてーと思ったのに、よかった半目じゃなくてって思ったのに半目でした、最悪です最悪でしたもん。はー、今日も一日疲れましたよ。え、今からさ、お風呂入んないとダメなんだけど、明日も早いし、ちっちゃい時さ、家族に技してたっていう、危な、寝てまいよったとかいう、なんか寝相アピをしてたテレビ見てる時とかこうやってして、うん、そう、半目が通常、今はもう、はい、そうです今はね、無理しちゃってるって感じこんばんは、おつれな、じゃあ見えた見えた、うちわってなんか結構見えるんですよ、なんかみんなはなんか後ろの方だと見えないかなとか心配するんだけど、マジで結構見える。ね、お風呂一緒に頑張ろうぜ、入んの、マジでやばい、いた頑張って早起きしたいと思います。そんな早起きじゃないけど、その状態じゃないかな眠い、でも今寝たふりなんか寝たふりっていうか、なんか眠っみたいなふり寝ないけど、なんか寝そうだよーっていうアピールを家族にしてた、うん、あー寝てもよった、危なーとか言って、お風呂、あお風呂じゃないテレビ見てる時とか、夜頑張ったうんうん、そう、マジでそう、え、もうなんかそうないよそれ、もうお風呂までが遠すぎて、なんかレナってほんまになんかぐうたら人間なので、
一旦お風呂に入るって決めても、まあ、例えばなんかお風呂に入ってから夜ご飯を食べようとか思ってもなんか、はあいいや先にご飯食べちゃおうって思ったり、なんか、はあちょっと眠いな、ちょっと30分だけつって寝ちゃったもういいやねよみたいなとかあるんだよね。なんかだからちょっとぐうたら人間なんですよ私。お風呂絶対痛い、ここ今日こけた場所痛い、絶対高いですもの、痛いでやんす、痛いじょうこれはお風呂痛いじょうって感じなんですけど、でもちょっとマシになってきたかなさっきより、まあ、多分大丈夫なんですけどね、大丈夫大丈夫って感じです。そうね、お風呂入った後もお風呂上がった後もね、もう道のりが長すぎて、もうこの髪の毛がさマジで乾かなすぎてさ本当にやばいんだよね。もう眠いよね、眠たい。コールが回ってありがとう、優しい、みんな優しいよね。なんかコールってさ、なんかレナの、レナはなんかなんか最初はコールはなんかたとみんなが楽しもうみたい なんかファンの人ってやっぱコールで楽しんでるんだなみたいな、最初はね何も知らないダメ人間だった時はそう思ってたんですけど、成長した私はですね、なんかコールに優しさがあるっていうことをねちょっと最近知りまして、もうなんか優しくて、みんなもう限りのないコールがさ、なんかもうなんか少ないのか聞こえないのかわかんないけど、なんかみんなめっちゃね大声で頑張ってくれてるの、マジで優しいなって思いますね。すいませんね、はい、最初はねなんかそんなちょっと申し訳ないけど思えなくて、何も知らなかったからね、なんかやっぱりなんか一旦一体となってファンのみんなで一体となってコールするっていうのも、あ、まあそれも多分楽しいんだろうけど、それが一番かなって思ってたけど、多分なんか優しさがあるんだよねコールには、最近思いますね、はいどうですか皆さん、その点に関してはどうですか皆さん。確かにお風呂はねマジ入りたい、ちゃんと入りますけどね、そう染みそうだよね、もうどこでどうなったのかわかんないけどね、どこですりむいてどこでさなんか腫れたのかわかんないんだよね、わかんないです、どこで怪我したのかわかんないけどそうちょっと成長してねそうみんなね大声出してくれててマジでね優しくて、本当に優しかった、本当に優しいですね、はい。全く少なそうなメンバー大稽古え？やばいじゃん、じゃあそれが優しさってことだよ、うん、うん、マジ劇場ってのねいいよね、いい大きさだしね、そう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 、優しさっていうか確かに確かに思いだよね、それは思う、そう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 、応援の気持ち、そうそうそう、マジでそれな、だから案外2,3 人の歌りの時とかファンの人はなんか俺の推しがーと思ってるうーって言ってるかもみんなで言う時あるじゃん、なんかじゃあじゃあみたいな、そういうところはなんかおいいじゃんみんなで揃って言おうぜみたいなさ、なんか仲間意識とかもあいいね、いいよね、なんかどちらも感じられるっていう気合い入るところは入るし、なんか一体感あるところは一体感あるしみたいな、いいねいいねいいねいいですね、だってレナもさ裏でさコールしてるもん、狼とプライドの時とかしてますね、あー確かにいいね、やばかわいいよ、嬉しいよね、いい感じの箱感だよね、ね、え結構分かってるくない、え結構みんなのこと分かってきたよね結構分かってきたくないレナ、うん結構分かってきてると思う、えマジね後ろ見えるよ、タイガーファイヤーなんだ、タイガーファイヤーなんだその後タイガーファイヤーなんちゃらん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 じゃあじゃあしか知らない
ヒートラー人間腎臓みたいなあるよね、うん、それです。あとなんだっけ、あとなんかもう一個あるんだよね、3種類あるんだよね。あ、タイガー、ファイヤー、サイバー、ファイバー、ダイバー、バイバーむずっ、え、むずっ、えー、むずいな。マキコさんその時に言っててマジですごすぎてこれ覚えらんないんだよね。なんかあの耳コピーなんていうの、なんかあのあれに聞こえる、なんかそれちゃんと聞こえない、こうやって言ってんだみたいな。え、オオカミとプライドね絶対可愛いよね。レナがやったら、レナがやったら絶対可愛くない？でもむずそう。二人とかさもう間違いさやばいじゃん。う間違った、かけり間違ったってなるじゃん。だからねちょっと怖いね。なんか一人ユニットとか二人ユニット三人ユニットであの頑張ってる同期とか先輩方本当に天才だと思います。ヒートラー腎臓繊維、え、人間ないの？人間ないんだ、腎臓か。人間ないんだね、ないか。あー、わかんないな、もう漢字とか。え、なんでみんなできるのそんなの。キャペアペカラキナ、え、これがわからない、これの音程がわかんない。ハイハータイバーファイバーサイバーバイバーなんちゃらじゃーじゃーでしょ、それの言い方は。やばい、59分終わった、やばい、こんなんやってる時間じゃない、やばい、結構して、いやー、え、これってレナのことこちらのことかな。ずっと見ていたい、え、嘘、嬉しい、え、待って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 、え、それなここ見てやりたい、またね、おやすみー、やばい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 、うつー、おやすみ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 、お風呂入ってきます、特殊なくんね、おもろ、こうやって言いなさいみたいな、うん、お風呂頑張って、私も頑張って、ありがとう、おしゃれしいでしょ、おやすみー、あーいいな、違う、ファミリーバイバーイ。じゃ音程またみんなのやつ聞いとくわ、あのジェラシーのさあの感想ですね、連続でやばいやばいやばい、おやすみおやすみおやすみ、ありがとう、おやすみ。